ちゃんたち、みんな。怖かったの？よかった。あんたたちは無事みたいね。すみません、先生たちの容体は？安心しなさい。二人とも大した怪我じゃないわ。ただ、目を覚まさないから、ちょっと心配なんだけど。ちょっと失礼します。間違いない。睡眠薬を嗅がされたみたいだ。睡眠薬？うん。かすかに刺激臭がする。副作用がないタイプだから、安心してもいいと思うけど。ね、クラム、何があったのか教えてくれる？私が説明します。私たち、遊撃士のお姉さんと一緒に、街道を歩いてたんですけど、いきなり、覆面をかぶった変な人たちが現れて、遊撃士のお姉さんが追い払おうとしたけど、覆面の人たちにすぐに囲まれちゃって、先生も、私たちを守って、あいつらに向かって行って、それで。よしよし、怖かったね。あいつら、先生からあの封筒を奪ったんだ。オイラ、取り戻そうとしたんだけど、思いっきり突き飛ばされて。ヨシオ兄ちゃん、オイラ、守れなかったよ。そんなことないさ。君たちが無事でいるだけで、先生はきっと嬉しいはずだから。だから、自分を責めちゃダメだ。でも、オイラ、オイラ。許せない。どこのドイツの仕業よ。はっきりしているのは、犯人たちは相当の手だれということです。遊撃士の方がなすすべもなく気絶させられたわけですから。クローゼン、そしてもう一つ、計画的な犯行だと思います。狙いはもちろん先生の持っていた寄付金。孤児院を放火したのもおそらくその人たちでしょう。うん、その可能性が高そうだ。クローゼン、やっと落ち着いたみたいね。はい、落ち込んでも仕方ありませんから。今はとにかく一刻も早く犯人の行方を突き止めないと。そいつは同感だな。あ、アガットさん。話はギルドで聞いたぜ。ずいぶんと厄介なことになってるみてえじゃねえか。人事みたいに言わないでよ。カルナさんだってやられちゃったんだから。わかってる。キャンキャン騒ぐな。確かにカルナは一流だ。相当ヤバい連中らしいな。大雑把でいいから、一通りの事情を話してもらおうか。はい。なるほどな。妙なことになってきやがったぜ。妙って何がよ。なあ、実はな、レイブンの連中が港の倉庫から行方をくらました。それってやっぱりあいつらが院長先生を襲ったんじゃ。いや、それはどうかな。彼ら程度にカルナさんが遅れを取るとも思えない。そっか、確かにあの連中、口先だけでろくに鍛えてなかったもんね。しばらく睨みを聞かせて、おとなしくなったと思ったが、今日になっていきなり姿をくらましやがって。そこに、今度の事件と来たもんだ。犯人かどうかはともかく、何か関係はありそうですね。まあ、だが今は、それを詮索してる場合じゃない。新米ども、とっとと行くぞ。何よ、いきなり。一体どこに行くの？わかんねえやつだな。
犯行現場の回答に決まってるだろう。あのバカどもがやったかどうかはともかく、できるだけ手がかりをつかんで犯人どもの行方を突き止めるんだ。あ、なるほど。わかりました。お供します。あ、もうこんな時間？ち、まずいな。これだけ暗いとどこまで調べられるか。なんだ今の鳴き声は。ジーク、どこに行ってたの？なんだこいつは。クローゼのお友達で白ハヤブサのジークよ。はあ、お友達ね。そう、わかったわ。ありがとうね、ジーク。まったく、のんきなもんだぜ。で、お嬢ちゃん、そのお友達は何だって？先生たちを襲った犯人の行方を教えてくれるそうです。襲われた時にちょうど見ていたらしくて。面白いジョークだぜ。やった、さすがジーク。うん、お手柄だね。ちょっと待て、お前らそんなヨタ話を信じてるんじゃねえだろうな。僕たちは何度かこの目で確かめていますし。信じないんだったらついてこなけりゃいいのよ。クローゼ、ジーク、行きましょう。はい。これガキども、待ちやがれ。確かに誘導してるみたいだが。おい、ジョーちゃん、冗談だったら勘弁してくれよ。冗談なんて言いません。先生とあの子たちは私の家族も同然ですから。仕方ねえな。騙されたと思ってここは乗せられてやるとするか。まったく、もう素直じゃないんだから。とにかく急いでジークの後を追いかけよう。あっちは確か、うん、とにかく私が管理する施設だな。確か東大森のおっさんが一人で暮らしていたはずだが。でも間違いありません。先生たちを襲った人たちはあの建物の中にいると思います。となると犯人に東大内を占領されている可能性が高そうだね。見たところ入り口はあそこだけみたい。とにかく入ってみるしかないか。ちょっとわしゃ、この目で確かめたいんです。なに、誰がどうして先生たちをあんなひどい目に遭わせたのか。
します。そうは言ってもな。もうケチなこと言うんじゃないわよ。この場所が分かったのはクローゼたちの手柄なんだから。彼女の腕は保証しますよ。少なくとも足手まといになる心配はないと思います。エステルさん、ロシアさん、勝手にしろ。だがな、相手はカルナを戦闘不能に追いやった連中だ。くれぐれも注意しとけよ。はい、肝に銘じます。それじゃ決まりね。うん、早速中に入ろう。出直してきた。信じられない。倉庫で戦った時とは桁違いの強さじゃない。様子も変でしたし、どういうことなんでしょうか。どうやら何者かに操られていたみたいだな。操られていたって、間違いない。薬品と暗示を併用した特殊な催眠誘導みたいだ。肉体的なポテンシャルも限界まで引き出されている。そんなことできるの？もちろん相当な技術が必要になるのは間違いねえ。こいつはひょっとしたら心当たりが終わりなんですか？ああちょいとな。とにかく上の階を目指そう。こいつらを操っている真犯人どもがいる。また出たわね。手加減している余裕はなさそうだね。
なさい。操られているだけの方々にキュン。ああ、遠慮することはね、死なない程度に消しなさい。君たちよくやってくれた。これで連中に罪をかぶせれば全ては万事解決というわけだね。我らの仕事ぶり満足していただけたかな。なあ、素晴らしい手際だ。念のため確認しておくが、証拠が残ることはないだろうね。安心するがいい。たとえ正気を取り戻しても我々のことは一切覚えていない。そこに寝ている東大森も朝まで目を覚まさないはずだ。それを聞いて安心したよ。これであの院長も孤児院再建を諦めるはず。放火を含めた一連の事件もあのクズどもの仕業にできる。まさに一石二鳥というものさ。喜んでもらえて何よりだ。しかし、あんな孤児院を潰して何の得があるのやら。理解に苦しむところではあるな。まあいい、君たちには特別に教えてやろう。市長はあの土地一帯を高級別荘地にするつもりなのさ。ほう。風光明媚な街道沿いで、ルーアン市からも遠くない別荘地としてはこれ以上はない立地条件だ。そこに豪勢な屋敷を建てて国内外の富豪に売りつける。それが市長の計画というわけさ。ほう、なかなか豪勢な話だ。しかしどうして孤児院を潰す必要があるのだ。考えても見たまえ。豪華さが売りの別荘地の中にあんな薄汚れた建物があってみろ。おまけにガキどもの騒ぐ声が近くから聞こえてきた日には。なるほどな、別荘地としての価値半減か。しかし危ない橋を渡るくらいなら買い上げた方がいいのではないか。あの頑固な女が夫の残した土地を売るものか。だが連中が不在の隙に焼け落ちた建物を撤去して別荘を建ててしまえばこちらのものさ。再建費用もないとすれば泣き寝入りするしかないだろうよ。それが理由ですか。君たちは。そんなつまらないことのために先生たちを傷つけて思い出の場所を灰にして、あの子たちの笑顔を奪って。どうしてここが分かった。それよりあのクズどもは何をしてたんだ。残念でした。みんなおねんねしてる最中よ。しかしまさか市長が一連の事件の黒幕だったとはね。しかもどこかで見たような連中も絡んでいるみたいだし。ほう、娘、我々を知っているのか。そこの赤毛の遊撃士とは少しばかり面識はあるが。何が面識だ。ちょろちょろ逃げ回った挙句魔獣までけしかけてきやがって。だがこれでようやくてめえらの尻尾をつかめるぜ。君たち
そいつらは全員皆殺しにしろ。顔見られたからには生かしておくわけにはいかない。先輩、本当に残念です。まあ、クライアントの要望とあらば仕方あるまい。相手をしてもらおうか。望むところだっての。たとえ雇われてやったのでも、あなた方の罪は消えません。銃剣の威力たっぷりと味わいやがれ。これで決める。相手が悪かったな。そんなバカな。市長ギルバート、およびそこの黒坊主ども、遊撃士協会規約に基づきてめえらを逮捕拘束する。諦めて投降しやがれ。なかなかやるな。真っ向からの勝負ではやはり遊撃士は手強い。ああ、隊長の忠告通り油断すべきではなかったか。隊長、ひょっとして空賊と交渉していた赤い仮面をかぶった人ですか。そのことも知っていると。さすがギルドの犬ども、なかなか鼻が利くようだな。負けたくせに何余裕かましてんのよ。いいから武器を置いてとっとと降伏しなさいよね。ふん、それはできんな。何のつもりよ。動くな。それ以上近寄ればこいつの頭が吹き飛ぶぞ。君たち、雇い主に向かってどういうつもりだ。勘違いするな若造。我々の雇い主は市長であって貴様ではない。市長にしたところで同じこと。利害が一致していたから協力していたに過ぎん。お前がここで死のうが我々は痛くも痒くもない。撃つな、撃たないでくれ。ほら、いい加減にしろ。そんな下手な芝居打って逃げられると思って。足が、僕の足が。先輩、どうやら本気みたいですね。これでも納得しないならこちらの灯台守の頭を撃ち抜いてもいいのだが。やめなさいよ。その人は関係ないでしょ。ならばしばらくの間離れていてもらおうか。そうだな、階段の近くまで下がれ。仕方ねえな。いいだろう。それではさらばだ。待ちなさいっての。逃がせ。おら、必要のワイヤーロープ。なんて用意周到な奴らなの。秘書野郎とバカどもの面倒は任せたぞ。え、俺はこのまま連中を追う。お前らは今回の事件をジャンに報告して指示を仰げ。いや、アガットさんが言ってただろ。
秘書やレイブンのメンバーを放っておくわけにはいかない。そうですね、自業自得とはいえ足に怪我をしていますし。そっか、悔しいけどあの連中はアガットに任せるしかなさそうね。さてと、連中は私が見張っている。あんたたちはルーアンに行ってジャンに報告してきておくれ。それは構わないけど、カルナさん、もう大丈夫なの？なーに、隙をつかれて眠り薬を嗅がされただけだからね。とっさのことだったから、どんな連中だか覚えてないんだが。まったく、面目ないったらないよ。無理もないですよ。僕たちも4人がかりで何とか撃退できた相手でしたし。あの子たちが無事だったのもカルナ、本当にありがとうございました。ま、それだけが幸いだったね。しかしアガトは一人で連中を追っていったのか。あいつの腕前は知っているけど、さすがにちょっと心配だね。うん、帰り討ちにあったりしたら。今はアガトさんを信じよう。どうやらずっとあの連中を追いかけていたみたいだからね。手口も知ってるみたいだから、そう簡単に遅れは取らないと思う。うん、そうだよね。私たちは私たちのできることをするしかないか。そうだね、その通りだ。取り戻した寄付金は事件のケリがつくまで私が預かっておく。今度こそ守りきってみせるから安心して出発。はい、それじゃ。しかし、ダルモア市長が事件の黒幕だったなんて。親切そうに振る舞っていたのも全部お芝居だったわけね。あの、少し気になったんですけど、今回の件でダルモア市長た…え？そうだね、難しいかもしれない。遊撃士協会は国家の内政に不干渉という原則があるからね。ルーアン地方の責任者である現職市長を逮捕するのは難しそうだ。ちょっと待ってよ、それっておかしくない？おかしいけど、それが決まりだからね。この決まりがあるからこそギルドは
エーボニア帝国にすら支部を持つことができたんだ。そうは言っても、とにかくギルドに行ってジャンさんに相談してみよう。いい知恵を貸してくれると思う。大丈夫、心配することないって。院長先生たちを苦しめたツケはきっちり払ってもらう。はい、ギルドに行かれるんで、私やることを思い出したので先に行っててもらえませんか。すぐに追いつきますから。構わないけど、一旦学園に戻るのかい。はい、一応学園長にも報告しておこうと思いまして。そっか、うん、分かったわ。ギルドで待ってるからね。ごめんなさい、エスティルさん、ヨシアさん。うん、これでいいわ。ジーク、話は分かった。まさかダルモア市長が一連の事件の黒幕だったとは。こいつは大事件だぞ。それでジャンさん、市長を捕まえることはできるの？残念だが逮捕は難しそうだな。現行犯だったら市長といえど問答無用で逮捕できるんだけどね。やはりそうですか。そんなだったらこのまま悪徳市長をのさばらせてもいいってわけ？まあそう慌てなさんな。遊撃士協会がダメでも王国軍なら市長逮捕できる。エッセル君、ヨシュア君、これから市長邸に向かって市長に事情聴取を行ってくれ。多少怒らせてもいいから、できるだけ時間を稼いでほしい。なるほど、その間に王国軍に連絡するんですね。その通りさ。動力通信でレイストン要塞の司令部に応援を要請してみるよ。軍に頼るのは尺だけど仕方ないか。よし、クローゼが追いついたら早速市長邸に向かって。お待たせしました。いいタイミングで来たわね。学園に寄った割には随分と早かったね。明日には自信がありますから。それでどういうことになる？ちょうど市長のところに乗り込むって話をしてたのよ。王国軍の連中が来るまで事情聴取して時間稼ぎするの。そうですか。余計なことをしたかしら。クローゼも来るよね？はい、どうかご一緒させてください。ジャンさん、連絡の方はどうかよろしくお願いします。ああ、任せておいてくれ。
ぱりあくどいことしてるからこんな屋敷に住めるのかしら。それは関係ないと思うけど。ダルモア市長は元が大貴族の家柄ですから、この屋敷も代々の当主に受け継がれたものだと思います。そっか、確かに屋敷に罪はないわよね。まあいいや、なんとかあの市長を問い詰めてやらなくちゃ。ルーアン市長邸へようこそ。申し訳ありませんが、ただいま市長は接客中でして、また来ていただけますでしょうか。ちょっと待ってよ。その来客のことなら僕たちも承知しています。デュナン公爵閣下ですよね。まあその通りですわ。ひょっとして皆様も招待されていらっしゃるのですか。はい、市長から直々に。お邪魔しても構いませんか。よく見たら遊撃士の方ですわね。そういう事情でしたらどうぞお上がりになってください。市長と公爵閣下は2階の広間にいらっしゃいます。わかりました、親切にありがとうございます。あ、そうだわ、お客様が増えるのだったらその分お茶を用意しない。私、公爵閣下が来ている。ああ、鎌をかけただけだよ。別荘地を国内外の富豪に売りつける計画だっただろう。デュナン公爵なんか格好のお得意さんだと思ってね。もう悪知恵が働くんだから。市長に招待されてるなんて口から出任せ言っちゃってさ。出任せじゃないよ、初めてダルモア市長に会った時に言われたじゃないか。レイブンの連中が迷惑をかけたら遠慮なく市長邸に来てくれってさ。あ、そっか確かに招待する。そういうこと。それじゃあ遠慮なく大広間に向かうとしようか。確かにこのルーアンは別荘を持つには絶好の場所だ。しばらく滞在してよくわかったそうでしょうとも。その高級別荘地の中でもとりわけ素晴らしい場所に閣下の別荘を用意いたします。必ずや気に入っていただけるかとお主、なかなか話がわかるな。いいだろう、ミロに糸目はつけん。次期国王にふさわしい豪華絢爛な別荘を用意するがいい。そうだな、最低でもこの屋敷くらいは欲しいところだ。閣下、しばしお待ちを。女王陛下に相談もせずにそのような巨額の出費は。黙れフィリップ、私は次期国王だぞ。このくらいの買い物は当然だ。いやはや、公爵閣下ならば分かっていただけると思いました。後で契約書を持ってこさせます。その前にもう一個。うっとっとっと。こんにちは、遊撃士協会の者です。君たちは。なんだお前たちは、どこかで見たような顔だが。おお、いつぞやの。こんにちは執事さん。ちなみに今日はそこの市長さんにお話があって来ただけだから。困るな君たち、
ギルドの遊撃士ならば礼儀くらいわきまえているだろう。大切な話をしているのだから出直してきてくれないかな。何分緊急の話なので失礼の段はご容赦ください。実は放火事件の犯人がようやく明らかになったので。その件か、仕方あるまい。公爵閣下、しばし席を外してもよろしいでしょうか。あ、ここで話すといい。どんな話なのか興味がある。しかしいいじゃない、公爵さんもああ言ってるし。聞かれて困る話でもないでしょ。まあそれはそうだが、そういえば昨夜はまたもやテレサ院長が襲われたそうだな。放火事件と同じ犯人だったのかね。その可能性が高そうです。残念ながら実行犯の一部は逃亡している状況ですが。そうか。だが犯人が分かっただけでもよしとしなくてはならんな。ちなみに誰が犯人だったのかね。それなんだけど、市長さんが考えている通りの人たちだと思うわよ。そうか、残念だよ。いつか彼らを更生させることができると思っていたのだが、単なる思い上がりに過ぎなかったようだな。あれ、市長さん、誰のことを言ってるの。誰って、君、レイブンの連中に決まっているだろうが。昨夜から行方をくらませているとも聞いているしな。残念ですが彼らは犯人ではありません。むしろ今回に限っては被害者と言えるでしょうね。何？今回の事件の犯人、それは。ダルモア市長、あんたよ。秘書のギルバートさんはすでに現行犯で逮捕しました。あなたが実行犯を雇って孤児院放火と寄付金の強奪を指示したという証言も取れています。この証言に間違いはありませんか。でたらめだ。そんな黒装束の連中など知るものか。あれ、おかしいな。私たち黒装束だなんて一言も言ってないんだけど。知らん、私は知らんぞ。全ては秘書が勝手にやったことだ。往生際の悪いおじさんね。高級別荘地を作る計画のために孤児院が邪魔だったと聞いています。これでもまだ容疑を否認しますか。しつこいぞ君たち。確かに随分と前から別荘地の開発は計画されている。だがそれはルーアン地方の今後を考えた事業の一環に過ぎん。どうして犯罪に手を染めてまで請求に事を運ぶ必要があるのだ。それは莫大な借金を抱えてるからでしょ。ナイアル、どうしてここに。やな、そこの市長さんを取材しようと屋敷まで来たらお前たちが入っていくじゃねえか。こりゃ何かあるなと思ってお邪魔してみたらこの有様だ。いや、一部始終聞かせてもらったぜ。なんだね君は。あ、リベール通信の記者ナイアル・バーンズと言います。実はですね、最近のルーアン市の財政について調べさせてもらったんですが、ダルモア市長、あなた市の予算を使い込んでますな。それは別荘地造成の資金として。そいつは通りませんぜ。まだ工事は一切始まってない。ちょいっと妙だと思ったんで飛行船公社まで足を伸ばしてあなたの動向を調べたんですよ。するとあら驚き、1年ほど前に共和国方面にたびたびいらっしゃってますね。ただの観光だというのは表向きの理由、本当の理由はあちらの相場に手を出して大やけどを負ったからでしょ。えっと
相場って何？市場の価格差を利用してミラを稼ぐ売買取引です。ある品が安い時に買い込んで高くなったら売るような。あ、なるほど。それでこの市長さんはどれだけ損しちゃったわけ？共和国にいる記者仲間に調べてもらった限りではおよそ1億ミラってとこらしい。1億ミラ！寄付金の100倍ですか。確かに犯罪に手を染めても不思議ではない金額ですね。1億とはな、私もミラ使いは荒い方だが、さすがにお主には乾杯だぞ。なに競ってるんだか。まあそんなわけで、莫大な借金を返すために市の予算に手を出したはいいが、問題を先送りにしただけだ。どうするものかと思っていたら、まさか放火や強盗までして別荘地を作ろうとするとはね。なんと言いますか、行き当たりばったりですな。そんな証拠がどこにある。憶測だけで記事にしてみろ。名誉毀損で訴えてやるからな。あらま、開き直った。貴様らもそうだ。市長の私を逮捕する権利は遊撃士協会にはないはずだ。今すぐここから出ていくがいい。もうやっぱりそうきたか。さすがに自分の権利はちゃんと分かってるみたいだね。市長、一つだけお伺いしてもよろしいですか。なんだ君は。王立学園の生徒のくせにこのような輩と付き合って。とっとと学園に戻りたまえ。どうしてご自分の財産で借金を返さなかったんですか。確かに1億ミラは大金ですが、ダルモア家の資産があればなんとか返せる額だと思います。例えばこの屋敷などは1億ミラで売れそうですよね。バカなこと。この屋敷は先祖代々から受け継いだダルモア家の誇りだ。どうして売り払うことができよう。あの孤児院だって同じことです。多くの思いが育まれてきた思い出深く愛おしい場所、その思いを壊す権利なんて誰だって持っていないのに、どうしてあなたはあんなことができたんですか。あのみすぼらしい建物とこの屋敷を一緒にするな。あなたは結局自分自身が可愛いだけ。ルーアン市長としての自分とダルマー家の当主としての自分を愛しているだけに過ぎません。かわいそうな人。よくぞ言った小娘が。こうなったら後のことなど知ったことか。ファンゴ、ブロンコ、餌の時間だ。出てこい。なんなの？獣の匂い。なんだ？まずい！公爵閣下。信じられません。魔獣を飼ってるなんて。お前たちを皆殺しにすれば事実を知る者はいなくなる。こいつらが食い残した分は川に流してやるから安心したまえ。狂ってやがる。こんな屋敷の中で魔獣と戦うこと。でもこれで現行犯として市長を逮捕することができる。あなたたちに恨みはないけれど、人を傷つけるつもりならば容赦はしません。
私の可愛い番犬たちが、貴様らよくもやってくれたな。それはこっちのセリフだっての。遊撃士協会規約に基づき、あなたを現行犯で逮捕します。投降した方が身のためですよ。こうなっては仕方ない。奥の手を使わせてもらうぞ。杖、時よ、凍えよ。体が動かない。これはオーバルアーツなのか。違います。これはおそらくアーティファクトの力。なんだそりゃ。おお、クローゼ君は博識だな。これぞ我がダルモア家に伝わる家宝、アーティファクト、封じの法杖。一定範囲内にいるものの動きを完全に停止する力があるのだよ。なんてデタラメな力。こんな強力なアーティファクトが教会に回収されずに残っていたのか。さすがは古代文明の英知の結晶。戦術オーブメントごときとは比較にならぬ力を備えている。もっとも一つの機能しか持っていないのが難点だがね。仕方ないから、君たちの始末は私自らの手で行ってあげよう。光栄に思うのだな。まずはそうだな、生意気の小娘から始めて。何が生意気よ。最後に逆しらな小娘の息の根を止めるとしようか。さっきの異性はどうした。命乞いでもすれば助けてやらんでもないぞ。誰があんたなんかに。汚い手で触るな。何、汚い手でエステルに触るな。もしも毛ほどでも傷つけてみろ。ありとあらゆる方法を使ってあんたを八つ先にしてやる。のよ、ヨシュア、ヨシュアさん。指一本も動かせぬくせに、いきがりよ手からに。いいだろう、貴様の始末を先にしてやる。やめなさいよ。ヨシアを傷つけたら絶対に許さないんだからね。ヨシアさん、死ね。ダメの。この光は、くさ、この手が動けばカメラを。の、なぬ、体の自由が戻った。エステル、今の黒い光は。うん、父さん宛に届いたあの黒いオーブメント、これが光ったみたいだけど。そんなバカな。家宝のアーティファクトがこんなことで壊れるものか。どちらにせよ、あなたの切り札はもうない。現実を見た方がいいんじゃありませんか。そうよ。よくも悪趣味なやり方でいたぶってくれたわね。最低です。誰が捕まるものか。あ、追いかけるよ。はい。ああ、待ちやがれ。こんなスクープ逃してたまるかってんだ。やはりやはり、寿命が縮みましたぞ。ここ大丈夫ですか。
かっか。それではさらば。冗談じゃないわよ。あと一歩。このままだと何か手段は。逃げたはいいが、これからどうしたものか。やはり軍の手が回る前に帝国に高飛びするしかないか。なに、しばらく我慢すれば彼が何とかしてくれる。所属高速巡洋艦アルセイユ、それがこの艦の名前だ。やれやれ、なんとか間に合ったみたいだな。青と白の軍服、女王陛下の親衛隊だと。その通り。自分は中隊長を務めるユリア・シュバルツという。ルーアン市長モーリス・ダルモア殿、放火、強盗、横領など諸々の容疑で貴殿を逮捕する。これは夢だ。夢に決まっている。これってどうなっちゃってるの？ジャンさんが連絡してくれた王国軍の応援だと思うけど、それにしては来るのが早すぎるような。いや、遊撃士の諸君、諸君の協力を感謝する。後のことは我々に任せてほしい。先ほど目を覚ました市長を問い詰めたのだが、どうやら
記憶が曖昧になっているようだな。放火や強盗の犯行についてもぼんやりとしか覚えてないらしい。そうなんだ。なんか空賊の首領みたい。あの黒装束たちといい、何か関係があるかもしれないね。まあ記憶が曖昧といっても起こした罪は明白だからな。秘書ともども厳重な取り調べが待っているのは言うまでもない。何か判明したら遊撃士協会にもお知らせしよう。助かります。ところで注意さん、一つお願いがあるんですがね。何かな、記者殿。できれば俺もそちらの船に乗せてくれませんかね。なんといってもサイス中央工房が世に送り出す最新鋭の飛行船だ。ぜひとも取材させてほしいんですよ。申し訳ないがお断りさせていただこう。このアルセイユは先日偽装が終わったばかりで試験飛行を行っている段階なのだ。正式なお披露目が行われるまでどうか報道は控えていただきたい。そこをなんとか。逮捕された市長や秘書からもコメントをもらいたいところだし。心配せずとも、判明した事実は王都の通信社にもお伝えしよう。そのあたりで勘弁してほしい。仕方ないか。よし、こうしちゃいられん。記事を書いたら大急ぎで王都に戻るしか。そんじゃ失礼するぜ。相変わらずたくましいっていうか、めげないっていうか。でもナイアルさんらしいね。リベール通信の発行部数は最近うなぎ登りだと聞いている。彼にはプロパガンダにとらわれない記事を書いてほしいものだが。プロパガンダ？いや。お手柄だったようだね、シュバルツ中尉。これは大佐殿。あ、リシャール大佐。ほう、いつぞやの。なるほど、ギルドの連絡にあった新人遊撃士とは君たちのことだったか。え、ジャンさんが連絡したのってリシャール大佐のことだったの？ああ、王国軍の司令部があるレイストン要塞に連絡が入った。慌てて駆けつけてみればすでにことが終わっていたとはな。見事な手際だ、シュバルツ中尉。は、恐縮です。でも不思議ですこと、王都にいる親衛隊の方々がこんなところに来ているなんて。どうやら我々情報部も知らない独自のルートをお持ちのようね。おたわむれを。カノーネ隊員、あまり絡むものではないな。ただ陛下をお守りする親衛隊が他の仕事をするのも関心はしない。後の調査は我々が引き継ぐから、レイストン要塞に向かいたまえ。そこで市長たちの身柄を預からせてもらうとしよう。は、了解しました。我々はこれで失礼するよ。親衛隊と遊撃士の諸君、それから制服のお嬢さん、機会があったらまた会うこともあるだろう。それではさらばだ。ごきげんよう。気のせいかもしれないけど、今リシャール大佐クローゼの方を見てなかった？そうでしょうか。確かにこういう場所に君みたいな学生がいるのはあまりないことだろうからね。不思議に思われたのも無理ないよ。本当にそうですよね。ちょっと反省です。そんな風自分に言わせれば、君たちだって十分いくら遊撃士とはいえ
その若さでここまで活躍できれば親衛隊にスカウトしたいくらいさ。やだな。そんな今度の事件だっていろんな人に助けてもらったし。そう謙遜するものではない。まだ準遊撃士のようだが、声優撃士は目指さないのかな。あ、今ちょうどそれを目指して修行中なんです。女王生誕祭が始まるまで一通り国内を回ってみるつもりです。そうか、自分も応援しているよ。ユリア隊長、出航の準備が整いました。あ、わかった。エステル君、ヨシュア君、それとクローゼ君も。そろそろ我々は失礼する。機会があったらまた会おう。あ、はい。その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。大衆一同敬礼。王室親衛隊所属艦アルセイユ、テイクオフ。最新式のものみたいだし、さすが女王陛下の安全を守るエリート部隊だね。そうですね。しかしユリア中尉ってかっこいい女の人だったよね。なんだかクローゼが演じた青騎士オスカーみたいな感じ。私もそう思いました。面白い偶然ですよね。はあ、まさか王都の親衛隊がやってくるとはね。しかも噂の最新鋭艦アルセイユのお出ましとは。僕も受付の仕事がなかったら見に行きたかったんだけどな。ジャンさんって意外にミーハーだったのね。でもジャンさんが連絡したのはリシャール大佐だったんでしょ。ああ、レイストン要塞の司令部に彼がいたもんだからね。どうして親衛隊が駆けつけたのかはわからないが、まあ軍の連絡系統にもいろいろあるってことなんだろうね。通常の正規軍に加えて国境師団、情報部、王室親衛隊。確かに複雑そうですよね。でも今回の事件は事後処理が大変そうですね。今後ルーアン地方の行政はどうなってしまうんでしょうか。あ、そうか、市長が逮捕されちゃったし。とりあえずは王都から市長代理が派遣されると思う。市長の有罪が確定すればいずれ選挙が行われるだろうね。そうそう、孤児院については正式な保証が行われると思うよ。そうですか、よかった。これもみんなエステルさんたちのおかげです。本当にありがとうございます。やだな、水臭いこと言わないでよ。そうだね、当然のことをしただけさ。それに僕たちだけじゃなくてアガットさんの協力も大きかったしね。そういえばねえジャンさん、アガットから何か連絡はあった？ああ、それなんだが、残念ながら黒装束の連中は取り逃がしてしまったらしい。他にも仲間がいたみたいでね。待ち伏せの襲撃にあったそうだよ。え？大丈夫だったんですか？ああ、なんとか切り抜けたらしい。そのまま連中を追ってサイス方面に向かうそうだ。今頃はルーアン地方から離れている頃じゃないかな。なんかハードなことやってるわね。まあ慣れっこだろうよ。しばらく前からアガットはあの連中を追いかけているんだ。どうやら君たちのお父さんに頼まれた仕事らしいけどね。父さんが？どうしてそういうことに？レイブンにいたアガットを更生させたのは他ならぬカシウスさんだからね。
なんだかんだ言ってあの人には頭が上がらないのさ。そうだったの？アガットはああいう性格だから感謝しないで突っ張っているけどね。なるほど。僕たちに対する厳しい態度もそれが原因かもしれないですね。すごくそれっぽいわね。ってやっぱり父さんのとばっちりじゃないのよ。あ、エステルさんたちのお父様といえば確か。あ、どうしたの？あの視聴艇で黒い光が溢れた時に。あ、それがあったか。いろいろありすぎてつい忘れちゃってたけど、これ一体何なのかしら。それのおかげで助かったけど少し不気味な感じはするね。珍しい色のオーブメントだね。どういった由来のものなんだい？それが博士に K か。ひょっとしたら。え、知ってるの？いや、心当たりというほどじゃないんだが、それの由来を調べたければサイス地方に向かった方がいいかもしれない。サイス地方？知っての通りサイス市はオーブメント生産で有名な場所だ。工房都市とも言われており、博士の肩書きを持っている人も多い。なるほど。たとえ博士が見つからなくてもその黒いオーブメントの正体。でも私たちこんなこともあろうかとちゃんと用意しておいたのさ。いいんですか？空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を解決されちゃ渡さないわけにはいかないからね。査定と報酬も用意してあるよ。何から何まですみません。なに、正当な報酬さ。僕も君たちには一刻も早く声優劇師になってもらいたい。その方が君たちの力をもっと活かせると思うからね。ありがとう、ジャンさん。期待に応えられるよう頑張ります。よかったですね、エステルさん。よしはちょっと寂しくなってしまいますけど、クローゼ。そうだね、僕たちも名残惜しいよ。わがまま言ってごめんなさい。出発の日が決まったら私にも教えていただけませんか？エアレッテンの関所まで見送らせていただきますから。なんてしつこいやつだ。オラオラオラ。あんな大金を担ぎながらどうしてついてこられる。鍛え方が違うんだよ。これ以上は振り切れんか。仕方ない、迎撃するぞ。ようやくその気になってくれたみたいだな。てめえらとの鬼ごっこには飽き飽きしてたから嬉しいぜ。しつこく追ってこなければ死なずに済んだもの。バカなやつだ。2対1で勝てる。勝てるに決まってんだろ。何？喧嘩は嫌いだ。気迫で負けたら終わりなんだよ。尻尾巻いて逃げ出した時点でてめえらは負け犬決定ってわけだ。おざけ、ギルドの犬が。二人がかりで殴り殺しにしてやる。
くまるわけには。とっとと降伏して洗いざらい白状してもらおうか。てめえらが何者で何を企んでるのかをな。それは困るな。いつの間に大将来てくださったんですか。仕方のない連中だな。定時連絡に遅れた上にこんなところで遊んでいるとは。申し訳ありません。いろいろと邪魔が入りまして。なるほどな。てめえが親玉ってわけか。自分はただの現場責任者に過ぎない。部下たちの非礼は詫びよう。ここは見逃してもらえないか。はあ、今なんて言った。見逃してもらえないかと言った。こちらとしても遊撃士協会とことを構えるつもりはないのでね。アホか。そんな都合のいい話があるか。やれやれ、悪くない話と思うのだが、お前たち、ここは自分が食い止める。早く合流地点に向かうがいい。はい、感謝します、隊長。逃げすか、おら。てめえ。まあいい。だったら獲物を変えるまでだ。てめえが持ってる情報の方がはるかに重要そうだからな。そう簡単に枯れるかな。上等。やるじゃねえか。抑えきれぬ劇場を持って重き撤回を振るうか。お前は自分と似たところがあるようだ。はあ、なんだと。己の無力さに打ちのめされたことがある。そんな目をしているぞ。いいね。どこの誰かは知らねえが、なかなか気に入ったぞ。自分もお前のような不器用な男は嫌いではない。お互いこの辺りで手打ちというのはどうかな。ふざけんな。黙って聞いてりゃ知った風なことをほざきやがって。徹底的にぶちのめしてやる。仕事にもないやつだぜ。ギルドに運んで徹底的に締め上げてやるとするか。なんだ。これは分け身のクラフト。悪くない一撃だったが、未だ迷いがあるようだな。その迷いが立ち筋を狂わせる。な、何？シュラと化すのならば、全てを捨てる覚悟が必要だ。人として生きたいのなら、怒りと悲しみは忘れるがいい。それでは、さらばだ。忘れろだと。そんなことできるわけねえだろうが。
やっぱりまだ来てないみたいね。早く来すぎちゃったかな。そうだね、酒場で時間を潰そうか。ううん、風も気持ちいいし、ここで待ってることにしましょう。川の流れを見てるだけでもなんか飽きない気がするし。うん、そうしようか。しかしルーアもようやく落ち着きを取り戻した感じよね。ダルモア市長が逮捕されて一時は大騒ぎになったけど。現職の市長の逮捕なんて前代未聞の出来事だからね。ロレントで言えばクラウス市長が捕まったのと同じことなわけだし。うわ、それは確かにショックすぎるかも。でもそう考えてみるとルーアンの人たちは冷静よね。驚いてはいたみたいだけどショックは受けてないみたい。まあルーアン市長は市長本人を慕っていたわけじゃなかったのかもしれないね。みんなから好かれているクラウス市長とは違うわけか。うん、自業自得とはいえちょっと哀れな気がするかも。来たみたいだよ。え？あ、ジーク。エステルさん、ヨシュアさん。ごめんなさい、遅れてしまって。いや、僕たちもちょうど来たところだよ。もしかしてわざわざ走ってきたの？そんなに慌てることないのに。いえ、お見送りをするのに遅れるわけにはいきませんから。連絡をくださってどうもありがとうございました。もうクローゼってば。お礼を言うのはこっちだよ。ジークも見送りに来てくれてありがとう。それじゃあ早速出発するとしようか。うん、そうね。サイス地方に行くには南口から出ればいいんだっけ？はい、南の街道の先にあるエアレッテンの関所です。あそこからサイスへの街道に出ることができるんです。うん、了解。それじゃあレッツゴー。来たけどすごく雰囲気のいい場所ね。関所というより観光地って感じかも。実際滝目当てに訪れる観光客も多いそうですよ。あ、やっぱり？ルーアン地方って他の公爵じゃないけど住んでみたい気はするかな。ええ、そうですね。でもロレントの街も落ち着いていて素敵だと思いますよ。あ、クローゼってロレントに来たことあるんだ。はい、
五大都市には一通り行ったことがあります。そうだ、この先にあるツァイス市なんですけど、とても個性的な街でびっくりすると思いますよ。楽しみになってきたわね。よし、それじゃあ。うん。こんにちは。どのようなご用件ですか？ツァイス地方に入るための通行手続きをお願いできますか？ああ、それでしたらこちらのカウンターでどうぞ。ただし、通行手続きをしてしまうと関所から出られなくなりますが、それでも構いませんか？うん、お願いしちゃうわ。では、こちらの書類にサインをお願いします。はい、そちらのお嬢さんは私はこちらの方。ああ、そういうことですか。カルデア水道の手前までなら見送りをなさって結構ですよ。ありがとうございます。カルデア水道、この関所からツァイス市までを結んでいるカルデア丘陵を貫いている長い地下のトンネル道な。へえ、そうなんだ。トンネルの街道か。さすがに通る。水道っていう名前だったかな。中世に作られた水道橋だね。はい、バレリア湖から直接水を運んでいるんですよ。オーブメントもないのによく作れたわよね。それで、あっちの方があれがトンネル道の入り口だね。そろお別れね。はい、あのエステルさんたちはこのまま王国を一周するんですよね。ひょっとしたら王都でまたお会いできるかもしれません。え、そうなの？私、女王生誕祭の頃には王都に戻るつもりなんです。親戚の集まりのようなものに出席しなくてはならないので。女王生誕祭というと確か1ヶ月くらい先だね。確かにその頃には王都に行ってるかもしれない。あ、じゃあさ、親戚の用事が終わったら王都のギルドに連絡してよ。そうすれば会えると思うから。はい、必ず連絡しますね。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとうございました。お二人がしてくださったこと、私絶対に忘れませんから。やだな、水臭いってば。僕たちも君にはいろいろと世話になったしね。お会いこってことにしようよ。とんでもありません。あの時市長と対決した時、私は偉そうなことを言いました。立場にとらわれている、自分の身が可愛いだけって。でもそれは私も同じだって。え、私は逆に自分の立場から逃げようとばかりしていました。孤児院にしても学園にしても。でもそんな私にエステルさんってどんな時でも前向きに進んでいく決意を、大切なものを守る強さを。ありがとう。おかげで私も少しだけ勇気が出せそうです。よくわかんないけど、お役に立てたんだったら私としても嬉しいかな。元気でね、クローゼ。今度はオートで会いましょう。はい、必ず。ジークも一緒にオートで会えるといいわね。って、あんた本当にオートに来るつもり？この辺りに住んでるんじゃないの？ジークは特別ですから、きっと会えると思いますよ。冗談で言ったんだけど。ジークには最後まで驚かされっぱなしだね。
それじゃあそろそろ行くとしようか。うん、そうね。エステルさん、ヨシアさん、修行の旅頑張って、それからお父様の行方が分かることをお祈り。うん、君たちも元気で。クローゼ、お待たせしました。ユリアさん、レイストン要塞から戻ったのですね。ええ、予想以上に時間を取られてしまいました。失礼ながらその件に関してご報告しようと参上した次第です。ありがとう、ご苦労様でした。こら、ジーク、じゃれつくんじゃない。お前、護衛の使命はちゃんと果たしているのだろうな。ジークにはいつも世話になっていますね、ジーク。まったく調子のいいやつだ。街道の外れにアルセイユを止めています。報告の方はそちらで。わかりました。学園生活もしばらくお休みですね。王都に戻る前に先生たちに挨拶しなくては。エステルさん、ヨシアさん、お二人に負けないよう私精一杯頑張りますね。ヨシア。いや、誰かが来たような気配がして。へえ、私たちの他にこんなところを通る人がいるんだ。誰も来ないわよ。そうだね、ごめん、勘違いだったみたいだ。あ、わかった。もうヨシュアってばクローゼに未練があるんでしょう。はあ、どうしてそうなるのさ。照れない照れない、お姉さんにはお見通しよ。まあ無理ないわよね。お芝居とはいえキスまでした仲なんだし。え、なんだったら今すぐ戻って声をかければ、いい返事聞けると思うわよ。もしかして今まで気づいていなかったとか。え、気づいてないって何が。だからラストのシーン、あれは振りだよ、振り。うまく角度をずらしてしたように見せただけなんだけど。え、まったく君って本当にそそっかしい。台本の注釈のところにもちゃん、知ってば。どうしてこんなにホッとしてんのよ。あの、エステル、ひょっとして。大丈夫だってば。それじゃあとっととサイスに。
誰か来るみたいだね。あ、やあ、こんにちは。どうしたの？そんなに急いで。あ、はい、こんにちは。あの、お姉さんたち、この道を通ってきたんですか？うん、そうだけど。あの、だったら途中に消えた照明を見ませんでした？トンネルの壁についている照明のことなんですけど。ごめん、ちょっと気づかなかったかも。消えた照明はなかったけど、川を2つ越えたところで調子が悪そうなのは見かけたよ。それです。やっぱり思った通りだよ。すみません、私急がなくっちゃ。採石士の子かな。変わった格好をしてたね。ずいぶん慌てていたけど。なんか気になるわね。ね、ヨシア、ちょっと追いかけてみない？そう言うと思ったよ。確かに女の子を一人で行かせるのは危険そうだからね。ついて行った方が良さそうだ。うん、急いで追いかけましょう。20度、動力充填率 30%。 いっけー。それ以上近づいたら今度は当てちゃうんだから。本当に本気なんだから。とりあえずこいつらを追っ払うからね。心しないわよ。魔獣を挑発するなんて危ないことしちゃダメじゃない。でも放っておいたら照明が壊されちゃうと思って。そういえば
どうしてあの魔獣たち消えた照明に村前に街道灯を交換した時にも同じようなことがあっただろう。オーブメントの中にある七曜石の回路は魔獣の好物だからね。だから街道灯には魔獣よけの機能がついてるんだけど、その機能が切れたら逆に狙われやすいってわけさ。あ、なるほど。でもそれにしたって無茶するにも程があるわよ。大怪我したら危ないでしょ。まあまあそのくらいで。第一無茶するなとか君が言っても説得力ないしね。そこ水をささないの。まあいいや。私エステルっていうの。僕はヨシュア。二人ともギルドに所属している遊撃士なんだ。それじゃあティータちゃん、ザイスに戻るんだったら私たちと一緒に行かない？そうだね。また魔獣が出たら大変だし。ちょっとだけあの照明を。あ、確かに。でもどうしてここの照明が切れそうだなんて分かっ。あ、端末のデータベースを調べていたら偶然見つけて、手違いで整備不良だったものがそのまま設置されたみたいなんです。なるほど。早く見つかってよかったね。端末？データベース？はい、これでいいです。お待たせしちゃいました。すごい。さすがあの中央工房で見習いをしてるだけはあるね。大したことはしてないです。コーツの接続不良を直して動力圧を調整しただけ。ん？なんか十分た…そんなことないですよ。ですね、わかりやすく説明する。オーブメントの内部にはこう…ストップ。説明はまたにして、そろそろ出発したいかな。こんなところで立ち話もなんだし。あ、それはそうです。はあ、それじゃあ改めて。オッケー。はい。トンネル道の終点ってことは、ここがサイス市の入り口かな。はい、そうです。正確には中央工房の地下区画に出るんですけど。そっか、あの有名な中央工房。工房都市サイスが誇る随分大きな建物だって聞いたことがあるけど。それはもうとにかく大きい。初めて来るお客さんなんか迷子になっちゃうくらいです。へー、
そりゃまたちゃんとギルドまで行けるか心配になってきたわ。とりあえず1階に上がれば町の方に出る玄関があるんです。私お姉さんたちを案内します。ありがとう、よろしく。それじゃあ中に入ろう。昇降装置よね。どこにも見当たらないけど。違うよエステル、多分この部屋そのものが上下する作りに。あ最新式なんですよ。最大積載量50トリム、大型機材の搬入なんかも楽々こなしちゃうんです。よくわからないけど、なんかすごそうな感じかも。それでどうやっ、そこのパネルで一段と待ち、うん、一階に案内。はい。うわ、へえ、なんか広いとこに出たわね。ここが中央工房の1階です。受付のカウンターと一般のお客さん向けのメンテナンス。なるほど、ここから街に出られるんだね。あ、ティータちゃん。あ、ヘイゼルさん。ちょうどよかったわ。トランス主任があなたのことを探していたの。演算室に来てほしいですって。あ、はい、わかりました。あらら、急用が入っちゃったみたい。ありがとう、わざわざ案内してくれて。しばらくザイスに滞在するからさ、よかったらまた会いましょう。はい、よろ、それじゃあ。かわいい子だったね、一生懸命な感じがして。うんうん、どうか。ああ、私もああいうけなげでかわいい妹が欲しかったな。誰かさんみたいな可愛くない弟じゃなくてさ。何度も言うようだけど、いつもフォローしてるのは僕。お姉さんぶりたいんだったらもっとしっかりしてくれないとね。んだ、余計なお世話。それはともかく早速町の方に行ってみる。そうだね、まずはギルドで転属手続きをしておこうか。それから父さんのことと例のオーブメントのことについても相談してみよう。うん、オッケー。何これ。動く階段みたいだね。確かに長い階段だから上り下りは大変そうだけど。だからといって機械で動かしちゃうなんて。私この町に着いてから驚いてばっかりのような気がする。それは同感。こんにちは。失礼します。私たちようやくのご到着ね。エステル、ヨシワ、サイス支部へようこそ。僕たちをご存知なんですか。ルーア支部のジャンからすでに連絡は受けていたから。栗色のツインテールに黒髪と琥珀色の瞳、まさにあなたたちのことね。なるほど。私の名前はキリカ、サイス支部を任されている。以後お見知りおきを。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。早速だけど所属変更の手続きをしてもらうわ。
ちらの書類にサインして。うん、わかったわ。いいわ、これであなたたちもツアイズ支部所属になったけど、今のところすぐにやってほしい急ぎの仕事は入っていないの。掲示板をチェックしながら自分たちのペースで働くことね。ちょっと物足りないけど、ま、平和なのはいいことよね。そうだ、キリカさん、聞きたいことがあるんだけど。カシウスさんのことね。それもジャンさんからお聞きになったんですか？一通りのことはね。残念だけど、カシウスさんはサイス地方にはいないわね。少なくともここ数ヶ月はこの支部を訪ねてきていない。残りは王とか、それとも。だけど別の問題については手がかりを挙げられると思う。これを持っていきなさい。え、これって？中央工房の責任者であるマードック工房長への紹介状。このツアイス地方では市長と同じ立場にいる人ね。ひょっとして黒いオーグメントの件ですか？市長邸での話を聞く限り、かなり謎めいた代物のようね。まずは工房長に会って相談してみるといいでしょう。なんかめちゃめちゃ用意いいわね。キリカさん、超能力者とか？あなたたち遊撃士のサポートが私の仕事だから。届けられた情報を判断して然るべき用意をしただけよ。恐れ入りました。助かります。本当に気にすることはないわ。何か事件が起こった時に働いて返してもらうから。うん、その時は任せ。早速工房長さんに会いに行ってみようか。